ちは、まよんです。こんにちは、まゆみです。はい、今回はね、女子旅ということで、はい、動画を撮っていくんですが、旅、まあまあ、足湯に来させてもらってます。はい、はい、ここはすごくいい老舗ですね。老舗旅館、はい、いいですね。なんか友近さんが働いてた。そうなんだ。あ、はい、中井さん。あ、本当ですか。中井さんやってた。地元の方も知らなかったはい、まあ、私はバスガイドしてるんで、なんかいろんな情報をちょっと仕入れながらですね、まあ、いろんなところに行ってるんですけど、そうです。なんか私は毎月旅行に行きたいなっていう夢があって、別に旅行が好きとかじゃなくて、バスガイドを18歳の時に始めたんです。それから旅行って、まあ、いろんなところ行かせてもらうようになってから、プライベートで行きたいな、どうせだったら、っていうのを思って、で、まあ、毎月旅行したいなっていう夢を持ちながら、できなかったんです。うん、できなかった。その給料的に普通に働いてたら時間もないし、ね、お金もなかったっていうことで、で、行くんやったら贅沢に。動画見てくださってる方も、やっぱ行くんやったら贅沢に行きたいっていう人はいると思う。絶対あります。9割方そうやと思います。はい、で、まあまあ別に国内だけじゃなくて、いろんなところ行けたらいいなと思ってるんですけど、まゆみんはどっか行きたいなとかっていうのがあるんですか？私ですね、はい、福岡で美味しいもん食べ歩きたいです。博多。そう、めっちゃおすすめです。博多の行ってみたいですね。屋台いいですね。ラーメン私ごしまくりたい。マユミンはハンカチが落ちて水没したんだよね。まあね、これも女子旅の一つ。そうです、そうです。私も携帯が今日水没して全然使えなくなってます。これも一つ。確かに女子旅やな。はい、女子旅とつながらね。はい、ちょっと暑い中動画を撮ってるんですけど、え、国内、え、海外は行ったことある？海外はですね、カンボジア行ったことある。あ、え、カンボジア行ってるんですね。ボランティアしに行きました。行きたいな。めっちゃ楽しかったです。どれぐらい？1ヶ月？1週間ぐらい。1週間。なんかでもそうやって現地の人と、ね、仲良くなれるのいいですよね、そういった旅って。なんか私も海外全然興味なかったんですけど、この前行った時に、はい、すごく今後も行っていろんな世界を見たいなって思ってました。どこ行きました？マレーシア、コタキナバル。いいですね。できたんですけども、なんていうんですかね、結構ボランティアが必要だと思うんですが、人のためになんか向こうで学校とかを作ってあげたいみたいな人とかって結構聞くんですよ、私。夢聞いたと。で、それって自分のためじゃないじゃないですか。確かに。で、なんか そのボランティアっていうか、そっちで作ってあげたいってことは、なんか私的にはあまりピンと来なかった。海外行ってようやく分かりました。それがなんか、物価が違うじゃないですか。全然違いますよね。で、私たちの、この前大きいこのキャリーケースを買ってたんですけど、キャリーケースがめっちゃ大きいのに7000円ぐらいで向こうで売って、安かったんですよ。けど向こうの人からしたら7000円ってどれぐらいかな。多分給料が1ヶ月の給料2万とかで7000円なんか出してられてる。え、そんな違うんじゃん。そう違うんですよ。コタキナバルは結構こういうところで、なんていうんですかね、やっぱり日本人はやっぱ金持ちっていうイメージがあるので、それは結構多いんじゃないですか、そういう風に日本人金持ちみたいな住んでるところがね。なので本当にそういうカンボジアとかでもそうなんですね、学校とか作ってみたいなって。そうです。蚊がいるんですよ。やばい。噛まれた。日本も噛まれた。早い。なんで、まあ、その、毎月旅行行けるとかって、なんだろう。まあ、アウトドアとかだったら、絶対行きたいです。絶対行きたい。で、なんかこういう仲間を作って、一緒に
3連休とかあったらお宿ってめっちゃ高くなるわけで、2倍とかになったり、あとじゃあ高速道路もその車で行くってなったらめっちゃ渋滞するわけで、だから平日とかで、まあ別にそこが安いとかじゃなくって、高級なホテルでも安めにね、うん、泊まれるみたいなとか、なんかそれだったら平日にやっぱ時間取れるって少ないので、ぜひこういう女子仲間で行けたらいいな、行きましょう、はい、一緒にあなたも行きましょう、行きましょう、はい、その代わり一緒に頑張ってください、大事大事、まあ大事です、目の下あって私も今あのやばいです、めっちゃ垂れてます中は